お待たせいたしました。それではですね、ロードスターズ、やってみたいと思います。グループサウンズから松田先生でしょうかね。何でしたっけ、渚、思い出の渚、ワイドバンドですね。それからやってみたいと思います。拍手ありがとうございます。ワン、ツー、スリー。この渚に一人佇み思い出す小麦の下可愛い頬忘れはしない、いつまでもウォーミングアップは終了しましたね。1曲目これでやるんですけどね、これでだんだんメンバーの調子が分かるんですけど、今日は最高な感じで声もかすれてないし大丈夫ですね。心配だよ。綱渡り的なちょっとあるんですけど、すみません。でグループサウンズうちはよくやってるんですけどね、次の曲はですね、これもグループサウンズですけど最近始めました、ベースのですね小沢さんのリクエストでですね、君に会いたいジャガーズでしたっけ。そうそうそう、やってみたいと、ね、急にこれをやろうぜとか持ってきて、なんで簡単かなと思ってやってみたらすごく難しくて、曲は2分ぐらいで終わっちゃうんですけどね、なんかあっという間終わっちゃうんですけど、なんか大変ですよね、ついてくのはね。これね、ラジオ聴いてて、うん、あ、なんかいいな、かっこいいなと思って。そうですね、でもこれ難しいよね。難しいね。聴くのとやるのと全然違う。そうそうそう、はい、ということでちょっとハードルを下げてるんですけど、一生懸命これも最近ね、あの新曲強化月間ってことでやってるんですけどもね、やっと皆さんの前でお披露目できるかなと思って今日はですね準備してみました。前回のね、子供のスリーはボロボロだったんで、そうそうそう、なんとか終わったって感じだったんです。こなしたって感じ。そうですね、本日は聞かせるね、特にこのボーカル2人がですね素晴らしい反応、あまりプレッシャーを与えないときに、いや、どんどんどん口、失敗しましたよ、手を出すんじゃなかった。ということで、じゃあ行ってみましょうかね。あとリーダー増田さんも口笛も出ますんでね、これがまたいい感じなんですよ。そうだ、口笛忘れてましたね。はい、それでは聴いてください。ジャガーズの君に会いたい。いいですか、いきますよ、ちょっと待ってね。いきますよ、ワン、ツー、スリー、フォー。
さゆえ苦しみ、若さゆえ悩み、心の新曲なんですよ、これもね、これはですね、前から2番目から2番目です、星野ゆきのりが持ってきた曲なんですけど、題名がですね、この街でという曲です、グループ名がですね、ブラザーズ5、杉田二郎さん、堀内孝雄さん、万場博美に、高山健太、梅パーティアさんということで、作詞作曲がですね、千の風になってもって何だっけ、お墓の前に泣かないでくださいって曲があると思うんですが、荒井光、荒井マスですかね、の曲ですよね。この街でということで、この街で生まれて恋をして子供ができておばあちゃんになって、ああよかった、この街大好きですという曲ですね。簡単に言っちゃうと、堀下さんこれどうしたんですか、なんか聞いたんですか。いや、BS チャンネルでブラザーズ5がライブをやってて、その歌を聴いてね、あ、いい詩だな、こういう風な夫婦になりたいなと思って、無理ですけど、そんなことないです、そう思ってこの曲をいただきました。本当に詩がいいんですよ。そうですね、練習で何回もお家で歌ってて、だんだん歌ってるうちにだんだん良くなってくるね、馴染んで、あ、いい詩だな、うまく歌えればいいですけどでもさっきもう激励したから、もうね、もうこれ気軽になってきてるもんです、すいません。ボーカル、これ2人、実際5人で歌うんですけど、今日は2人順番で歌っていきますからね、最後までおじいちゃんおばあちゃんになってもこの街で暮らしていきたいっていうのが最後のメッセージなんですけど、そこまでうまくたどり着きたいと思います、それではお聴きください、ブラザーズ5のこの街で、三拍子ですよ、三拍子ね、大丈夫ね、いきます、
ワン、ツー、スリー。この街で生まれ、この街で育ち、この街で出会いました。あなたとこの街で、この街で恋し、この街で結ばれ、この街でお母さんになりました。この街であなたのすぐそばに、いつも私、私のすぐそばに、いつもあなた。この街でいつかおばあちゃんになりたい、おじいちゃんになったあなたと歩いて行きたい。この街で生まれて練習はうまくいったんですけどね。
まあこんなもんで、そんなもんだね。はい、じゃあどんどんいっちゃいますけど、今までずっとですねカバー曲やったんですが、ここからはですね、2曲今日用意したんですが、まず1曲目、星野由紀乃のですねオリジナルを披露したいと思います。題名がですね、道という書いてあるんですけど、これサブタイトルなんですよね。道と書いてある、何でしたっけ題名、道の方、何でしたっけ、いじめ反対みたいな感じでしたよね、曲名を。肌荒らず、道は肌荒らずでしたっけ。これからもずっとこの場所でという。あ、違う違う違う、道道道、こっちの道ですよ、道道、そっちか、そっちすいませんね、道に迷ってます、ね、すいません、うまいね。あの題名はですね、道は必ずあるはずという曲で、道なの行動、道って書いてあるんですけど、道は必ずあるはずで、これ星野由紀乃のなかなかタイトル覚えてくんないんですよ、メンバーもうね、山とか道とかね、川とかそんなでしょうすからね、みんなねタイトルです。星野由紀乃の曲ですね、結構あ、なんていうか、ゆっくりめの曲が多いんですけど、これはちょっとね、意外性があるというかハードな曲なんですよね、暴力的な、くさびれるんだよね、早いんですよ、サウンドも暴力的なんですよね非常に疲れるんですけどね、いじめ反対とかね、ボッと来てんじゃねえよっていう感じですよね、今で言うとね。そうですか、うん、そんななんか歌詞なんですよね。Come on!
自分に置き換えれば道は必ずあるはず。なんかガン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 走るし、もう生音がうるさいですよね。ああ、この辺の人はうるさいですよ。ありがとうございます。なんかね、わけはどんどんどんスピードね、はい、スピードアップしたね、すごかったね、再生しました。あの激しい曲やったんでね、もうこれ以上激しい曲やったんで、今度は言ってみてせっかくですね。これ皆さんの知ってるカバー曲ですけども、五大悟のですね、ガンダーラやってみたいと思います。これをね、これ私のリクエストなんですけどね、懐かしいですよね。あのサンドホースやってた夏目雅子さんね、中学の時見たんですけど、すごく衝撃で、ああ可愛い人だなとかね、あの震えたのも私だと思いますけどね。美人白米でね、ね、残念ですけど、27歳ね、あのその時の思い出を私はですね、このガンダーラの曲をでやりたいなと思って酒持ってきたんですよね。そうですか、そういうことで。これもですね、かなり難しかったんですけどね、今日はどんな感じになるのか、非常に楽しいです。新曲ですね、頑張りたいと思いますが、それでは皆さん、聴いてください。五大悟のガンダーラ。老眼も入ってるから余計なんですけど。
Thunder, they say it was in India. Thunder, thunder, I know Kuni. Thunder, 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 they say it was in India. Thunder, thunder, I know.すいません、やらせてもらいます。まあグループサウンドですね、いろいろやってきたんですけども、フォークも私たちやってましてね。で、まあボーカル2人でね、看板ボーカル2人がいまして、そういえばアリスをやってねえなっていうのがあってね、あ、そのアリスだったら堀内孝雄と谷村新司ですね、2人ね、迫力あるボーカルがありますので、星野幸則が今日谷村新司、カツラもトロだったらカツラあと、その堀内孝雄がリーダー、増田さん、あ、つけひげ今日忘れちゃったの、そうだということでね、これアリス知ってる人は50代以上の方だと思うんですけどね、再結成とかやってましたけども、それで曲の方はですね、この季節にふさわしい冬の稲妻ということでやりたいと思いますね。これもね、ちょっとテンポが早いんでね、はい、頑張ってください。そう、息が切れちゃうんだけど、今バトバトやってきてるし、やってみたいと思いますかね。ご準備の方はよろしいでしょうか。大丈夫ですかね。はい、それではお聴きください。アリスの冬の稲妻。練習してるな。いきますよ、はい、ワン、トー、ウェイ、フォー。あなたは稲妻のように私の心を引き裂いた、青ざめた心を震わせて、立ち尽くす一人、立ち尽くす夜にさだ、はぁ、過ぎた夜にさて、はっ、別れの言葉忘れない、あなたが残していた傷跡だけは、あなたは稲妻のよう、私の体を突き抜けた、燃え尽きた体抱きしめて、駆け抜ける一人雨の中、夜に散る、はい、よく手を振りた、夜に散る、はい、別れの言葉忘れない、あなたが残していた傷跡だけは、忘れない、あなたが残していた傷跡だけは、あなたは稲妻のように私の心を引き裂いた、青ざめた心震わせて、一人立ち尽くす
you! はい、無事終わってよかったですって感じでしたね。ありがとうございました。それでは私の私のロードスター最後の曲になりますが、オリジナルですね、星野幸のオリジナルで、題名がこれからもずっとこの場所で、さっきねブラザーズファイブでこの街でってあったんですけども、まあ、それに関連してこの曲なんですけども、うん、震災終わった後にですね曲を作っています。その時の2曲目なんですけどね、ここでちょっと宣伝させていただきたいんですが、3月の10日日曜日、ここから近いんですけども、長岡寺と書いて長光寺ですね。そこで復興支援コンサートです。いいんですかね。今年で7回目？来年で。そうですね、7回目ですね。で、そこの、テーマはですね、今私が望むのはということで、星野幸の代表曲なんですけども、その曲を毎回演奏してて、1曲目でバーンと照明がついて、すごくね、緊張するんですけどね。一曲やったら再生はないみたいなありますけどね、それではあるんですけど、先生に伺ってですね、それで曲でやってますんで、3月10日日曜日、長光寺、2時ぐらいですか、2時ぐらいですね、1時ぐらい会場でやってます。もちろん入場は無料なんですけども、チャリティーコンサートなんでですね、皆さんの義援金を集めております。もしよりよろしかったら来てください。3月10日長光寺、3月10日長光寺、よろしいでしょうか、おいでいただきましたと言ってる間にチューニングまだ終わってないので喋ってますけども、それで2曲目星野幸ってそれをあるんですけども、今から曲はそれとは違う曲で、その後ですね東日本あったんですけども、その後、復興がですねなかなか復興も進まない現状を見まして、星野さんが、星野が次の曲で曲を作りましたと。まあ自然災害があっていろいろと復興ね、今年もいろいろと、大雨とかありましたけども、自然災害いろいろありますけども、自然には勝てないけども、災害の後に一歩ずつ、元の生活を取り戻して、なんか振動しちゃいましたね皆さんね、大丈夫ですか、すいません。星野さん合ってます、そんな雰囲気で。ぜひともいずれかは、避難とかしてますけども、ふるさとに戻って過ごしたいという思いを込めて歌いたいと思います。それではロードスターズ最後ですが、聴いてください。これからもずっとこの場所で。海が憎くて言うわけじゃない、川が憎くて言うわけじゃない、ああ今の俺たちこうしているの、山があったから。今の俺たちこうしているの、川があったから。今の俺たちこうしているのは、海があったから。今の俺たちこうしているのは、あなたに会えたから。海を恨んでわけじゃない、川を恨んでいるわけじゃない。今まで俺たち何年もこうして生きてきたから、
あるのは山の恵みがあったから、今のこの国こうしてあるのは川の潤いあったから、今のこの国こうしてあるのは広い海があったから、今のこの国こうしてあるのは俺たちが生きているから、海を恨んでいるわけじゃない、川を恨んでいるわけじゃない、今まで俺たち何年もこうして生きてきたから、これから俺たち何年もこうして生きてゆくから、この場所で生きてゆくから、この街で生きていたいから。メンバー紹介です。ベース小沢のドーム、ギター、星野源、あ、星野一郎です、もう一人ギターですね、増田和久氏、そして私高梨直です。どうもありがとうございました。この後ですね、5分ぐらい休憩しまして、半ぐらいですね、今日のトリでございますが、ロッドユニオンさんですね出ますので、皆さん、お待ちください。どうもありがとうございました。